オ TV。 一応前代見たんですけど、5月2日にこのジャグドキコーナーが新設されてるんですよね。で、この台だけタイムジャグラーの中だと、この台だけ56っぽい履歴が唯一ね、見えてないんですよ。なんで、まあ、とりあえず、ただね、動いてない日があるから、ね、280ゲームとかぐらいしか2日前とか回ってないしね、ちょっとまあ分かんないっちゃ分かんないんだけど、だからね、入ってたんだけど動かなかっただけみたいなこともありますんで。ガクした。あれ今5000円入れてみたんですけど、あ、まあでも分かんないんだよね結局ね。ってやってね、移動みたいなことをやってると、するとだから、ね、せっかく掴んだいい台を捨てちゃうっていうね、元も子もないよっていうことにもなりかねないんで、できればね一台に腰をつけたいんですけども、あとは総括で当たんないものはしょうがないからね、粘ってもね。目にはすって回ったに見えたんだけど、昨日が831ゲームで1-3、まあレギュラーは良かったんだけど、良くないんだけど、レギュラーなら OK、 とりあえずはね。149、全部で18,000円。変わってきたね。これかな、とりあえず役割っぽい雰囲気は出てきた今のレギュラーで。130ゲームで言っても、ね、レギュラー3回引いてるわけですよ。で、学習しなかったんで、てか認識できなかったんで、疲労困設定で不発の据え置きじゃねえか、これ、期待するべきは。まあ、412ゲームで1-2、1000ゲームぐらいのところまでに、なんとかね、レギュラーを5回ぐらい。来れるような内容で言ってくれれば、まあ、とりあえずはもうこの台打ち切ってあとは出すだけっていうね雰囲気になると思うんですよ。なんとかね、あともうするべきことは出すだけですっていう状態になるとこまで
持っていけると、まあ、いいんですけども、あらもう本当総ゲーム数が1000ゲーム未満とかぐらいだと本当1回のボーナスでね確率が大きく前後しちゃうんで、ほんのちょっとのねその隙のあるなしで予想がねガラッと変わっちゃうからね。だから本当ねもう永遠のテーマですけど、ジャグラーの朝一、特にねいい台を掴めた時、掴めた時ってまあその段階じゃ分かんないんですけど、仮に座りましたでその台がいい台ですってなった時に、この打ち始めてもう本当ものの何百ゲームかの間でそれなりのだから挙動を示してくれるかどうか、これ打ち始めてすぐの段階で当たんないってなったらやっぱ、ね、基本やめるわけじゃないですか。その結果いい台を捨てちゃうってことになるんで、俺じゃどうしようもないんだよね。まあこればっかりは、まあ、当たるもハケ当たらぬもハケだということですので、そこで月がないと、ね、手にならないっていう、まあ難しいよね。まあ他の棋士に比べればねよっぽどその分かりやすいとは思うんですよ。ただやっぱりその一つボーナスでしか気温のせい、ダイヤル良しですよね。あとはできないんで、ましてや短いゲーム数だと余計だ、数えてる人とかはもしかしたら、ね、このマスカットを少し数えてですね、まあでもずっと6だけだ、ああそうです、ゲーム数短かったら分かんないもんね。122、あ、OK、言ったらね、ビッグは設定が、まあ、特に序盤のビッグね、序盤のビッグは設定がなかった時用の、要は抽選参加券みたいなもん。これビッグが引けないと今度お金入れなきゃならなくなっちゃうんで、なかった時にビッグを引けてる時は、まあ、助かるっていう。まあね、設定があるとなったら逆に前半レギュラー固まってもらわないと粘る理由になってこないんで、長時間打つになったら、まあ、もちろんねその高設定がありますよっていうことが、まあ、条件というか前提にあって初めて言えることなんだけど、まあ、腰を据えるつもりなんだったらね、やっぱ前半ある程度レギュラー固めてもらって、あもう今日打つ台はこれで決まりですとっていう方が、まあ楽は楽だよね。まあいい台打って出なかったんだったら、まあしょうがないし、出れば嬉しいしね。まあ一つ言えることはただいい台さえ打ってれば、あれに今日ダメでも、まあ、そのうち結果出ますから、うん、いや49ゲームいやこれ大丈夫なやつだ多分。57ゲームで3の2だから、まあ合算で110分の1ぐらいか、まあいいやね。
まあ、最初だドア玉の一発目以降はまあ、うん、いいです全然。まあ、とりあえずやっぱ5000円みたいなとこあると思うんですよね。まあ、とりあえず1万円はねやっぱやりすぎだと思うんで、ただまあだから5000円で回せるゲーム数って実際どこどんだけだ、55の107、80ゲームぐらいなのかな。この前に俺いくらだったんだっけ、6000円。だ場合によってはやめてても、うん、不思議じゃない入り方だったよね。まあ、もちろんこれがたまたまなんだとしたらそれはそれで問題なんだけど、ある程度縛り付けられることになるんだよねこれに。41、ちょっとビットによるね。これでもう定まっていくにはトン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 か、醤油ぐらいになるのかなこれ。ちょっとまだねだからレギュラーが上がってこないんですけど、ただ当たり方がね上品、出る台にありがちな、うん、上品な当たり方。まずやっぱ深くはまらないね、大事なこと。まあ、当然じゃ当然だけど、こういうやっぱビッグがある程度固まるような場面がないとこれ高設定でも出ませんから。もうそれこそ昨日打ったマイジャグがまさにそうで、ほんとねビッグの連チャンが最初から最後までねもう全くなかったんだよね。あれだどうやってボーナス7連続でむしろ100ゲーム以内の連チャンなしとかねみたいな場面もあったし、ほらすごいねこれビッグばっかり。